マニュエル・アレックス・パーラは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サクラメント出身のプロ野球選手。左投げ左だ。2021年現在は、メキシカンリーグのグアダラハラ・マリアッチス所属。2001年の MLB ドラフト26巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名され、2002年5月27日に入団。2007年は、開幕を、 AQ ハンツビルスターズで迎え、13試合で7勝3敗、防御率2.63を記録し、トリプル AQ ナッシュビルサウンズへ昇格。ナッシュビルでは4試合で3勝1敗、防御率1.74を記録し、6月25日のラウンドロックエクスプレス戦では、完全試合を達成。ベンシーツの故障者リスト入りとクリス・スパーリングの響き、リスト入りに伴い、メジャーへ昇格。 7月20日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビューを果たした。8月30日のシカゴカブス戦で4回にバントをした際に親指の打撲により故障者リスト入り。9月21日に故障から復帰したがメジャーで登板することなく9試合の登板で0勝1敗防御率3.76の成績でシーズンを終えた。マイナーリーグでの活躍により ブルワーズ参加の最優秀マイナー投手に選出され、2008年は先発ローテーション入りが有力視された。スプリングトレーニングでは最初の4試合で防御率0.64を記録したが、その後の2試合で13失点と不調だったが、開幕ローテーション入りを果たした。請球が安定した6月には5勝0敗、防御率2.59を記録し、ベンシーツに次ぐ存在となった。 7月以降は2勝は2勝しか上げられず、10勝8敗、防御率4.39の成績でシーズンを終えた。また、17冒頭はリーグワーストで球団史上ワーストとなった。パーラ本人はこの請球難の原因を少しでも打たれると考えすぎてしまった。打者に適応しようと必要以上に色々考えてしまったと分析している。 2009年は4月を4戦4敗で終え、シーズン初勝利は6試合目の登板となった5月6日の新シシナティレッツ戦となった。請球難のため、シーズン半ばにはトリプル A 級ナッシュビルへ降格した。後半戦は防御率5.93だったが、8勝3敗を記録し、最終的には防御率6.3611勝11敗の成績でシーズンを終えた。 2010年6月6日、セントルイスカージナルス戦にて、MLB 史上52人目となる1イニング4、脱三振を記録。2011年は全球するも、年俸120万ドルの1年契約でブルワーズと契約を延長した。2012年11月30日に FA となった。2013年2月1日に、レッツと年俸100万ドルの1年契約で合意。 オフの10月31日に FA となったが11月27日に総額550万ドルの2年契約で残留したと報道された。2015年11月2日に FA となった。2016年2月22日にカブスとマイナー契約を結んだが4月4日に自由契約となった。この年はプレイしなかった。 2017年1月27日にカブスと再びマイナー契約を結んだが6月25日に解雇となる7月31日に独立リーグアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュと契約2018年2月27日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結ぶオフに自由契約となる二千十九年六月一日にメキシカンリーグの ユカタンライオンズと契約した。2021年3月11日にメキシカンリーグのグアダラハラマリアッチスと契約した。ありがとうございます。